ランボーフィールドはアメリカ合衆国ウィスコンシン州グリーンベイにある屋外競技場ナショナルフットボールリーグのグリーンベイパッカーズの本拠地である1957年シティスタジアムとして開場しグリーンベイ東高校のシティスタジアムに代わってパッカーズの本拠地となった会場後最初の8シーズンはニューシティスタジアムとして非公式に知られていたが 1965年8月、パッカーズの創設者であり、選手であり、また長年ヘッドコーチを務めたカーリー・ランボーが2ヶ月前に亡くなったことを記念して、現在の名称に改名された。1968年8月に、元ヘッドコーチのビンス・ロンバルディに敬意を表して、ハイランド・アベニューの名称が変更されて以来、スタジアムの住所は、 1265ロンバルディアベニューとなっている。北はロンバルディアベニュー、東はオネーダストリート、南はスタジアムドライブとバレービューロード、西はリッチロードに囲まれたブロックに位置している。スタジアムは海抜640フィートの高さにある従来の南北の整列を維持している。2013年夏、サウスエンドゾーンの高さ7000席を追加して、 最新の改修を完了した。新設された座席のうち約5400席が一般席で、残りの1600席はクラブ席またはテラススイート席となっている。ランボーフィールドの収容人数は81441人で、スタンディングルームのある NFL では5番目に、 大きいスタジアムであるが、通常の収容人数では3番目である。現在では、ウィスコンシン州最大の競技場となっており、マディソンにある、ウィスコンシン大学のキャンプランドオールスタジアムを抜いている。2007年、パッカーズは、ランボーフィールドで51シーズン目を終え、シカゴベアーズがリグレイフィールドで記録した、NFL 最長記録を更新した。同じく、 シカゴのソルジャーフィールドの方が古いものの、ベアーズは1971年までホームゲームを行わなかった。ただし、全米のプロスポーツの中で本拠地での活躍期間が最も長いのは、フェンウェイパークのボストンレッドソックスとリグレイフィールドのシカゴカブスである。それまでのパッカーズの本拠地、シティスタジアムが狭く、老朽化していたことから移転の話が持ち上がり、 当スタジアムの建設へと至った。1957年にシティスタジアムとして、コケラ落とし。1964年に、パッカーズ創設者、カーリー・ランボーにちなみ、現名称へ変更。会場当初から、NFL のグリーンベイ・パッカーズの本拠地として、使用されている。2003年には大規模な改修工事を行い、現在の収容人数は8万750名となった。 その後も回収が続けられ、現在の収容人数は8万1441人で、ある。これは NFL では5番目に大きく、また、ウィスコンシン州で最も大きい施設である。スタジアムそのものの規模、設備は、スーパーボールが開催する基準を満たしているが、グリーンベイの規模や寒冷地の屋外競技場である、点がネックとなり未、ま、だ開催経験がない。現在、 パッカーズのスタジアム使用年数は63年であり、NFL で最も長い記録となっている。1967年12月31日、1967年、NFL チャンピオンシップゲームが氷点下25度の寒さの中で行われた。これは、NFL の試合で最も低い気温の中で行われた試合である。この試合では芝を温めるヒーターも故障した。 この試合が名称ビンスロンバルディがランボーフィールドで指揮した最後の試合となった。1993年12月26日に行われたパッカーズとロサンゼルスレーダース戦でファンブルリターンタッチダウンを上げたリロイバトラーが観客席に飛び込んだ。これがランボーリーップの始まりとなった。2009年11月1日にはパッカーズで16。 シーズン不動のエース QB として活躍したブレット、ファーブに対して、ランボーフィールドのファンはブーイングで迎え撃ったが、試合は、ファーブの活躍で、ミネソタバイキングスが38から26で、パッカーズを破った。2004年10月3日の試合でのパノラマ風景、ジェームズ・スタークスによる、ランボーリープ・パッカーズの多くの選手はタッチダウンを、決めた後、セレブレーションとして、ランボーリープと呼ばれる。 エンドゾーンスタンドに飛び込むパフォーマンスを行う。ランボーリープは1993年12月26日のロサンゼルスレーダース戦でレジー・ホワイトのファンブルリカバリーとラテラルの後に得点したセーフティのリロイ・バトラーによって生み出された。後にワイドレシーバーのロバート・ブルックスによって普及した。このセレブレーションがいつ頃からランボーリープと呼ばれるようになったのかは正確には 分かっていないものの最初に言及された可能性があるものとして1996年に放送されたマンデーナイトフットボールの中でキャスターのアルマイケルズがグリーンベイの新しい伝統でロバート・ブルックスがスタンドに飛び込んだと述べたことが最初であると考えられている2000年に NFL が過度のセレブリティを禁止した際ランボーリープはその新ルールから除外され 特別に継続が認められた。しばしばアウェイの選手が乱暴リープを試みるが、パッカーズのファンによって拒否されることがある。ミネソタバイキングスのコーナーバックであったフレット・スムートは、パスインターセプトのタッチダウンをした際に試みた。2007年の NFC チャンピオンシップの試合中、ニューヨーク・ジャイアンツのランニングバックのブランドン・ジェイコブスは、 タッチダウンを決めた後にランボーリープのふりをして、スタンドにいた多くのパッカーズファンを怒らせた。また、2009年9月20日には、パッカーズとの試合の前、シンシナティベンガルズのワイドアウトのチャド・ジョンソンが、タッチダウンを獲得したら、ランボーリープを行うと発表した。そして実際に、事前に、手配されたベンガルズのジャージを着たファンの腕に飛び込んだ。2014年、 スタジアムの外に乱暴リープを記念した銅像が建てられた。エンドゾーンの壁を模したレプリカと4人のパッカーズファンがランダムに配置された。この像は訪問者が乱暴リープをして写真撮影することができる。NFL ネットワークのカウントダウン番組 NFL トップ10では乱暴リープを3番目に偉大なタッチダウンセレブレーションとして選出した。ありがとうございます。